エヴァ・ソネットは、巨乳が、評判のポーランドのモデル、ポップス歌手、リブニク生まれ、高校卒業後スカウトを受け、モデルの道へ進む。2003年末、欧州と米国で有名なポーランドのウェブサイト busty.pl にて彼女の画像とビデオが、トップレス姿と、わずかに全裸で配信された。彼女はその美貌と極めて大きな天然の胸によって、 知られた。2005年11月、彼女は、ポーランドの CK ムシに、トップレスで登場した。これが雑誌での、初めての登場であった。CMK のインタビューでは彼女は、自分の胸が完全に天然であると述べた。2006年11月および2007年にも同時に、登場している。2005年12月11日、テレビ番組に初出演。 パルサットのクーバウォージョア・ドキーにて司会のクーバウォージョア・ドキーはいつから彼女の胸が早く大きくなったのか尋ねたのに対し、4年生と答えた。また、新しいアルバムニーリー・ギャルナの宣伝のために、テレビ出演した。2006年1月、エヴァは、ポーランド全国でコンサートを始めた。同年10月、最初のアルバムニーリー・ギャルナを発表。 ミュージシャンとしての活動を開始して、以来、広い指示を受けて、雑誌やテレビでの特集がなされ、同年3月には、サンフランシスコ大学ラジオ放送局クスフのインタビューを受けた。2007年9月には、ポーランドのテレビ番組、グイオンスディ・タンクザ・ナラードジーで、昔ウジビア役をアイスダンスのパートナーとしたが、 パーシェマスラブ・バビーズとミカエラ・クルーツカのペアに負けて、わずか2週間で降板した。ありがとうございます。